私が初めてテッドに出会ったのは、テデックス札幌チェンジというイベントでした。2012年の4月のことです。当時、登壇者の浅田和則さんの紹介で、テデックスのステージに立つので見に来ないかと言われたことがきっかけでした。その当時の私は、テッドのことも知らなければテデックスのことも知らない、そんな状態でとにかく見に行きました。そうしたところ、18分という熱のこもったスピーチ、それからアメリカから配信されてくる映像、MC の方も英語でスピーチをするなど、見たこともない世界がそこには広がってました。私もすごく影響され、なんてかっこいいんだテッドは、なんていうふうに思ってました。そして私はすぐにその当時のオーガナイザーのディリップ・ビーケーショナルさんのところへ行き、私もスタッフをやってみたいんです、そんなふうに伝えました。その当時、テッドのアイデアウォールスプレディング、それについて私は何の疑いも持つこともなく、かっこいいと思ってました。まあ、とにかくミーハーだったんです。なので、私はそのことを何の疑いもせず、よし、価値あるアイデアを広めていこう、そんなふうに思ってました。でも今はきちんとそのアイデアを広める理由を持っています。今日はその理由について皆さんと共有していきたいと思います。私がアイデアを広めるのは、アイデアを広めると自分自身が成長すると思っています。さらにその先にはより良い世界が待っている、そんなふうにつながっていくであろうと思っています。さて、では話はテデックス札幌サロンに行った時の話に戻っていきます。私が初めてイベントに参加してから、毎月イベントは開催されていました。その中で私は参加をして、そしてマットカッツの30日チャレンジに出会いました。なるほどと。マットカッツさんは、自分の普段からやりたいと思っていることを30日間始めてみようというふうに問いかけてたんですね。私もすごく、おお、なんてすごいことなんだろうって思いました。でも、その次のさらに1ヶ月のイベントまで私は何もせず、次のイベントを楽しみにしているだけでした。ところが、近藤明さんは30日チャレンジを実際に実現して、それを話しているんです。へえ、実際にやる人いるんだ、なんて思いました。その当時の僕はそんなに行動力の高い方ではなかったので、参加するぐらいが関の山で、これを実際にやってみようなんてところまでは全く行き着いてなかったんですね。なので、それを見て私も影響され、30日チャレンジを始めてみることにしました。実際に私が行ったのは、プログラミングのアイデア30個の企画を考えました。そしてテッドに影響されていたので、それを英語で書いてみました。もちろん30日達成したからといって、アプリが30個新しくできたわけでもないし、英語がすごい得意になったわけでもないです。でも、その当時の私にとって、30日間何かを続けられるというのは、自分自身にとってすごく自信につながりました。だって、毎日何が起こるか分かんないんです。30日の間には、例えば飲み会に誘われたりとか、怒ってしまうわけです。毎日毎日これのために1時間2時間時間を使ってしまわなきゃいけない。でもそうとは限らない。でも予測ができると早起きしてそれをやろうとか、ちょっとずつ自分の行動が変わっていく、そんな体験が今の自分にはつながっていると思います。その後のイベントでですね、スピーチをする機会をこういただいて、なんとなくディリップと僕の距離が縮まってきたなって思っていました。4ヶ月経って、やっと私はテデックス札幌のスタッフに入れてもらうことができました。その時は本当に嬉しかったです。4ヶ月もかかっちゃったんですよ。
そして私はスタッフになって、テックチームと言われる、パソコンの操作ですとか、それからこういった会場を作る、そういうお手伝いをしたりですとか、ありとあらゆる、泥臭い。スピーカーと話をする立場になったりとか、やっとパートナーさんと話をする立場になったりですとか、少しずつ自分の経験の輪を広げていくことができました。そうして2014年の TED アクティブに参加しないかとディリップに声をかけられました。その当時の僕はまだまだ英語もできなかったので、行くのか、行きたくないな、そんな行きたくない理由ばかりを考えてました。アクティブは3月にあったので、会社も年度末で忙しいな、あっちまで行くのにすごくお金かかるじゃん、そんな風に行かない理由を考えてたんですけど、でも心の底ではなんか行ってみたいんだよな、なんていう風に悩んでいたら、ある時アドバイスをいただいたんですけれども、そんなチャンスめったにないよ、私は何かそういうチャンスに巡り合った時はチャレンジしてみる方を選ぶよ、そんなアドバイスをいただいたんです。直接行けとは言われたわけではないんですけども、そのことがきっかけで私は TED アクティブに行ってみることにしました。 TED アクティブに行くと、そこはオーガナイザーたちの、世界中のオーガナイザーたちの集まるところで、すごくやる気もあって活発に議論が交わされ、私はその中で一人、英語もできないし、自分はまだオーガナイザーじゃないし、もうすごくしょぼくれてました。でもそんなある時、事件が起こってしまったんです。それはカバンの中にパスポートやお財布を入れていたんですけども、そのカバンを忘れてしまうということをしてしまったんです。必死になって探したんですけど、ないんです。仕方がないので、スタッフの方、ホテルの方、セキュリティの方、いろんな方に身振り手振りで説明するしかないんですね。そうすると、何時間か経ってカバンは見つかりました。そのままの形で、私はそこで、必死になればちょっとコミュニケーション取れるんだ、そんなふうに思いました。それからというもの、たくさんの仲間ができたわけではないんですけれども、少しだけ何人かの方とはお話しすることができて、ちょっとだけもうテッドの輪の中に参加できた、そんなような気がしました。そこで出会ったオーガナイザーたち、日本のオーガナイザーたちとは特に仲良くなることができて、各地のイベントにも参加するような機会もいただきました。日本に戻ってきて TEDx 札幌2014、その中で私は TED アクティブの中で学んだことを生かしたいと思いました。 TED アクティブで学んだことの一番の学びは、トークとトークの間の時間の使い方です。すなわちスピーカーの話を聞いたり、トークを見たり、ただ傍観しているだけではなくて、その後交流をするんです。隣の人と話をする、それからアクティビティに出て、アクティビティの中で隣の人と会話をする、何か行動を促すような、そんなことが TED アクティブの中では行われているんです。ワークショップのもその一つかもしれません。そのアイデアを生かすために、戻ってきてすぐにディリップに、僕はアクティビティやりたいんだけど、そんな風に話してみました。そうすると周りのスタッフもいいねと言ってくれて、アクティビティを7つほど考えました。その一つがマットカッツの30日チャレンジのオープンマイクというものです。どういうものかというと、イベントの約1ヶ月前から30日チャレンジをたくさんの人を集めてして、そして TEDx イベントの日にみんなでマイクを握って、僕30日間こんなことやりましたみたいなことを発表する、そういうイベントを作りました。そうしたところ、当然私はその当時コーガナイザーになったので、何かやらなきゃいけない、やってみようと思ったんですけれども、私が普段からやりたいと思ってきてできなかったこと、何か、それは毎日一生懸命仕事をして、一生懸命
テデックスのことをして、そして帰って寝て起きてまたすぐ仕事に行く、そんな生活ばっかりしていたので、うちの妻とは全くコミュニケーションが取れてなかったんです。なのでこれはいい機会だと思って、私はコーヒーコミュニケーションというのを行ってみることにしました。出て、そしてそれをコーヒーを妻と一緒に団らんしながら飲む、そして夫婦の会話を少しだけでもする、そんな日がテデックス札幌の開催する30日間続けていました。そうすると何が起こったか、当然 SNS 上で皆さんで交流をしていたので、その夫婦の会話を赤裸々に書くわけですね。うちの妻にも当日ボランティアを手伝ってもらっていたので、まあ、途中でボランティアに行くの嫌になってきたなんてことも言われたりとかするんですね。でも最終的には当然30日で終わらないよね、31杯目もあるんだよねみたいな感じで仲良くなっていき、もちろん36杯ほどのコーヒーを入れ続けました。そうしてテデックス札幌のイベントを無事うまく迎えることができたんですけれども、イベント終了後にディリップが母国ネパールに帰るということになりました。私はディリップから次の代表は君だというような形で任命されて、自信に満ち溢れてました。だってスピーカーさんとのやり取りもできるようになってたし、パートナーさんとのやり取りもできるようになってたし、全てのことを知っている、そんな自信があったんです。でも実際にやってみると不思議なことが起こりました。テッドとは何か、テデックスとは何か、テデックス札幌とは何か、そういった説明はマニュアルのように上手にできたんですけれども、価値あるアイデアって何だろうか、うまく説明できないんです。スピーカーさんのもとへ行って価値あるアイデアを話してくださいなんていうふうに言ったらおかしいですよね。あなたのアイデアを聞かせてくださいとは言っても、価値あるアイデアを聞かせてくださいというわけにはいかないんです。でもこのステージで話されることは、まあ、価値あるアイデアを話す、そんな機会なんですね。そうして改めてビジョナリーなディリップの凄さに気づいたんですけれども、私自身何をしたか、テッドアクティブで知り合った各地のオーガナイザーのもとへたくさんのイベントに参加しに行って、オーガナイザーたちと交流させていただきました。自分の持っている考え、それをぶつけたんですね。そしてテッドトークも見たり、こうやってイベントに参加して生で話を聞いたり、そんなことを繰り返すうちに、やっと自分の中で少しずつ腑に落ちてきたことがあるんです。それはいいプレゼンテーション、いいアイデア、必ずしも等しくはなくて、ここで話されるべきことはいいアイデア、素晴らしいアイデアなんだと。決してスライドが綺麗とか、話流暢に話しをするとか、そこではなく、本質的にはどんなアイデアを話すか、そこが大切なんだということに気がつきました。よくアイデアマンという言葉があります。アイデアマンとはどんなものか、一つはそうですね、発想が豊か、もう一つは問題解決能力が高い、そんなことがあるかと思います。では私はたくさんのテッドトークを見たり、たくさんのテデックスイベントに参加してアイデアマンになったのかというと、自分自身全くそんな気がしませんでした。では私がテデックスから学んだものは何だったんだろう。それは行動するきっかけ、それをいただいたことです。ですから私たちテデックス札幌は、価値あるアイデアを行動のきっかけを、行動するきっかけをもたらすもの、そう位置づけています。やっと腑に落ちたんです。では行動とは何か、行動には3つのレベルがあると思っています。知るレベル、もう一つは理解するレベル、そして3つ目は広めるレベルです。知るレベルというのは、まずたくさんのTEDトークを見たり、
こういうテデックスのイベントに参加をして、まず素晴らしいアイデアに触れる、そんな人がいるんだっていう人を知る、そんなことがあるかと思います。でも実際に扉を開けて家に帰ったら、さあ家に帰ったらやってみよう、自分も同じことをしてみようと思うと何が起こるか。例えばテデックスアポロの中ではキャンディーちゃんのビフォーアイダイという動画を見て、その動画を真似て札幌の地下歩行空間でビフォーアイダイのイベントをやってみることにしました。実際にやってみようとしてみると、知ってるはずなのにできない、わからないっていうことが起こったんです。そうして何度も何度も動画を見て議論を交わし、やっとできるようになったんです。細かいことを言うと、いやこのボードどのくらいのサイズで作ったらいいんだろうか、世界標準はどのくらいなのか、この文字と文字の間隔はどうしたらとかですね、調べないとわからないことがたくさんあったんです。なので知ったつもりになっててもきちんと理解していないということが起こったんですね。少し行動してみてやっと理解できたんです。なので私たちは何度も何度も調べる、その中で自分たちが知るということを深く知るということが起こりました。そして3つ目は広めるということです。自分が理解したことを隣の人に話をする、そうすると自分自身が理解していないことに気づいてしまうんです。なぜならうまく説明ができないからです。そこには自分自身の中で思い込みというのが発生していて、自分の中ではこうそうだと思ってるんですね。ですから隣の人や知人に話をしてみる、そうすると初めて自分の思い込みに気づくことができるんですね、まあ、考えの違いがあるからでしょう。ですから周りの人に自分が知っているアイデアを話してみる、広めてみるというのは非常に自分の理解を深めるためには効果的なんです。そういう意味でこの3つの行動というふうに位置づけています。価値あるアイデアを広めていく、それはその過程で自分の中の思い込みが打破され、そして考えも整理整頓され、自分の成長につながると思います。みんな一人一人が成長していって、さらにそのアイデアがその過程で広まっていければ、世界はより良い方向に向かっていくと思います。今までは自分の専門分野の知識だけをこう入れたくて、自分の知っていることに近いことをたくさん見てたかもしれません。でも自分のと全く違う分野の話にも、そういうアイデアはキラリと光るようなアイデアがあるはずです。ですから皆さんも先入観にとらわれず、いろんなテッドの動画を見ていただきたいなと思います。アイデアを広めるその一歩を歩み出してみてください。そして自分が持っているアイデアを皆さんに広めていってみてください。次のスピーカーはあなたかもしれません。ありがとうございます。